それじゃあ今日もですね、みんなでバトルやっていきたいと思います。いやー、マリオメーカー2が出て1年以上経つよね。1年と1ヶ月ちょっとぐらいかな、出た時からね。未だにまだずっとやってるんですけど、なかなかね、ピンクの S プラスはいけたいね。やっぱね、上手い人っていうのはもう天性的なね、もう多分センスがあると思うんですよね。そのやっぱセンスにね、勝たなくちゃ、よし、中間ポイント、まあ、勝たなくちゃいけないっていうか、え、これ結構チャンスなんじゃない？あ、来た来ました、ドクロコースター来ました。これ一人でもういけるかな。このドクロにさえ、ドクロじゃないや、この毒沼にさえね、気をつければいけると思うんですよ。で、アイテムを取ってって、よし、ここはゆっくりね、慎重に行きましょう。いや、ゆっくりはまずいかな。で、またキノコか。これはまあ後ろ追いかけてきてないし、結構チャンスなんじゃないかな。で、2回目の中間ポイント、ここは落ち着いていこう。後ろもね、まだそんなに迫ってきてないはずだから、多分いけると思うんですよね、このまんま。まあ、コース的にもそんなに難しくはないよね。そして3つ目のコースに来た。あー、ちょっと待って、マジなかったんだけどな、すぐゴールがあるとは思わなかったね。キノピオ、いや、さっきも言いましたけど、キノピオ、あの顔めっちゃウケるな。え、なんこれ、2対2マルチプレイヤー協力バトル、うわ、めっちゃくちゃ面白そう。協力しろってこと、ルイージ行こう、兄弟だから一緒に行こう。ルイージ一緒に行こう、よし、ルイージ持って行こう、ルイージ一緒に行こう。うそ、え、これルイージと離れ離れにならないか。しょうがない、ルイージごめんな、そっち行ってくれ、もうこっちしかないんだ僕は。キノピオと協力します。よし、行こうか、キノピオ。ルイージ操作してなくない？なるほど、これは2人で協力しろってことか。よし、で次は上。でもさ、これゴール1人なんじゃない？ねえ、これゴール1人っぽくない？よし、じゃあ次上行く。で、今度はこっちか。オッケー、よし、キノピオおいで。いや待て、おいでとか言ってるけど、これゴール1人しかできっぽいもんね。じゃあ僕はこっちから行きますよ。よし、さあキノピオ一緒にこうやって上がっていこうな。よし、で次は左上で、今度上でしょ。で、なんかね、右もいけるんですけど、そっちなんだろうね。で、今度はこっちは難しいな。ちょっと待って、これは難しい。オッケー、そしてこれ、こっちはね、これ真ん中ダメなの、これこっち怪しくない？なるほど、僕が叩くから、キノピオ行ってくれ。よし、キノピオこれでいけるでしょ。ちょっと待って、あ、帰られた。あ、来た、来ました。早く早く早く行かな、これまず。よし、あー待て、キノピコ待つんだ。で、右、よし、意味ない、こっち意味ない、キノピコこっちか、こっちっぽいぞ、キノピコ、キノピコじゃない、キノピコ一緒に行こう。なるほど、ここでキノピコ一人ですよ、あなたは。こっちは二人いるんだ。うお、一人になっちゃった、ちょっと待って、まずい。亀の甲羅で当たりたい、亀の甲羅が欲しい。よし、オッケー、次はここも、ちょっとキノピコ邪魔しないで、キノピコ。よし、一人でこうやって行ってるけど、キノピコを倒そう。ねえ、キノピコ倒せばよくない？そう思うんですよ。やった、うお、投げられた。え、嘘、仲間割りきました、最悪。僕最近ツイッターで顔出ししたんですよ。はい。まあ急だけどね、急に顔出ししたんですけど、皆さんですね、なんかこう誹謗中傷とかなくて、うん、とても嬉しかったですね。さて、今度はバルーンレース、僕の苦手なバルーンレースですけど、よし、一番上に行こう。なんか変なとこ入っちゃった。一番上がいい、一番上行かして。バルーンレースのね、このバルーン結構苦手なんだよな。あー、なるほど、このブロックっていうか、この何、この浮き輪、浮き輪が邪魔する感じか。よし、
さて苦手ですけど頑張って戦っていきますよ。うわ弾が邪魔だな。よし上で次右、そしてどっちだ、真ん中、こっちでいいかな。あなんか調子いいね。あこれこっちでいいかな、上なんか右の方が怪しいけど、あーこっちはやばいしか、待ってルイージこっちじゃないぞ、そう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 上だ、で右、やばいマリオが独走状態ですね。よしで今度は上で、あーまたか、なんかこれ左っぽくない、ねなんか左っぽいな、こっちが怪しいぞ。キノピコ一緒に行こうね、ちょっとこのブランコ邪魔だな、上で右、いやこっち上だな、そっち多分騙しっぽいバイキノピコ。デブまさかのマッカーサーなんか10回ぐらい言ってたら噛みそうだよね。まさかのマッカーサー、まさかのマッカーサー、まさかのマッカーサーやっぱダメだ。それじゃね今回はレミーを1体倒してから行こうか。っていうことはそんなに急がなくても良さそうですよね。急いでもね倒す時間がかかっちゃうからそんなに急がなくてもいいと思うんですよ。まあそれでも一応1位を狙っていきますけどね。あとねアイテムはぜひ取っていきたい。よしでこれは上でいいのか、ちょっと待ってラグいな、めっちゃラグい。よし、まあ、スターとかで倒せるんだったらすぐ終わるんですけどね、あのレビーを。そうじゃない場合はねやっぱ踏んで3回倒さなきゃいけないから。でなんか左入ってったけど僕は右に行ってきます。よしちょっと待って、くっ危ねえ、バッグめっちゃラグ、いい危ない、よかったキノコ取っといて。一番右に行くとここはなんか難しそうですね。はいでここ、あえなるほど、あそこにいた、いたレミーがいた。よし早く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 甲羅から出て、長いな甲羅、うーわ来た、来ましたよヨッシーとキノピオが。あと1回、あと1回踏めばいいだけでしょう。レミーこっちに来てくれ、いやこれも賭けで行くかね、賭けで行こう。いや待てうわのどかさん僕のやりたかったことをやってくれたね。ごついもやし、マギクッパマナー、絶対違うよね絶対呼び方違うと思うんですよ。それじゃあこのマギクッパちょっと謎だけど、これは一番下でいいのかな。あルイージなんか上から行ったね、これは上、どんどん上に行けばいいのかな。ルイージだけなんか全然違うとこいそうだけどどこいるんだろうルイージ。さてこれは僕は一番左下に行きます。なんでキノピコ一緒に、あーなるほどね、ここでピンクコインを取っておけってか。今完全にキノピコ人に任せたね完全に人任せだったな今。よしそして次は右上かな、こっちかな、ここもピンクコインあると思うんですよね。一番左じゃない、一番右にあるのか、ここなんか難しいよね。 OK、めっちゃボランティアしてるねえめっちゃボランティアしてるよね。なんか一人だけこんなとこ行って大丈夫、ちょっと一旦戻ろう早く、ここに入らなきゃいけないのか、なるほど。っていうことはあのキノピオから奪えばいいんでしょう。オッケー、みんな奪おうぜこの鍵を、みんなで協力して。ちょっと待って、何先生かしてんの、待て鍵を奪え、ちょっと待って、よし誰だ今、誰今はキノピコか、ちょっと待ってみんな狙おうぜ、どこ、え、どこ行った、え、どこ行った、来ました、よしもう早く入れてあげようもうそんなとこでね争っててもしょうがないしね。さて今度はなるほど、こう投げなきゃいけないの当たっちゃった待って、投げなきゃいけない、これ投げなきゃいけないから、いいねキノピコそういうのいいよ。あ
よし、オッケー。今のはうまいんじゃないか。よし、あー嘘、これ蹴る、よし。こっち、そしてゴールを目指せ、早くここでゴールであってくれ。やった。今日もありがとうございました。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。